時よりも高揚してるよね。ね。好きなお蕎麦屋さんで。曇り予報だったんですが、とっても晴れて気持ちいいのでテラス席希望して待っております。地粉屋さんです。あ、無事飲んで。うん、もちろん。よいしょ。イエーイ。くるみだれそば。そば久しぶりだな。最高だぜ。いただきます。ごちそうさまでした。軽井沢と言ったら鶴屋、鶴屋と言ったらオリジナル商品。買いすぎ。綺麗、紅葉が、ね、ここだけ赤く染めたかぐらい綺麗。ねえ、はーい、はい、いい匂い。
すいません、よいしょ、あ、美味しい、うん、あ、パン食べよっか、誰もいない。気持ちいい。ここから先は撮影禁止。ね。何回目だろうか。三回目？四回目？もっと来てんじゃない？五回目？だって下見も入れたらもう。6回目も入れたすごい。
じゃあ、ジュジュ見る。美味しそう、野沢菜の天ぷら。めちゃくちゃお米が美味しかった。うん。ああ、すごい恥ずかしい。普通に素で。海苔にご飯巻いてたわ。わあ、な、綺麗だね。うん。うん。本当だね。わあ、十割そばが売ってるよ。これは買います。美味しかった。白ホタル豆腐店豆腐。楽しい。ケールを買い、干しキノコミックスを買い、十割そばを買い、それのおつゆも買ってくるみたいなので、これ見て、オリジナルのだよ、美味しそうですね。なしを買い、じゃがいもを買い、なんですかそれ、農場トムタンソース、ぶどう、サナダのぶどう、ぶどうと、なしを買います。最後にアウトレットに来ました。寒い。さっと見て、さっと帰ります。どうでした？お決まりになりそうさ、どうでしたか？私もいい紅葉を拝めてよかったですね。軽井沢編おしまい。あ、目に入った。これはビーフシチュー。このお茶系とジュース系と、これパスタソース。ふりかけがたくさんあったので、これはひなたにも使えるかなと思って買ったのと、おそばと、これはもう1個食べていっぱいもっと買えばよかったやつなんですけど、このスコーンはめっちゃ美味しかったです。とこれとかを買ってきました。すげえなちゃん。ほらほらほら。